シバだけクローバーついてなかった。やめてやめて、俺初めて今捕まったから。はい、みんちゃん、ゲームイズナウピローです。はい、中島です。今回は、はい、ゲストが来ております。ヨークロクロスケです。はい、ヨーちゃんです。お願いします。お願いします。まあ、すでにね、ヨークの方で、はい、チョイスガチャ最終日の動画が上がっていると思うんですけども、はい、そちらの方で引いたモンスターで今回マリシチェンリベンジしていこうかなと思って。リベンジです。やった。早速いきます。いや、もう勝ちかけたよね。勝ちかけ、勝ちかく。前回勝ちかけたからね、ちなみに。珍すげえね、もう。ちなみに前回と今回だとパーティー的にはどうなんですか？前回。いや、待って待って待って。でも今回貫通いる。貫通がいるのはでもだいぶ違うよ。で、前回ここなんてかかったと思ってんの？あ、貫通いなかったっすね。ここに8分くらいかかったから。よし、しっかりな、じゃあ、唯一の貫通。いや、でかいでかい。いや、変わるかよ。あ、そう、今回しかも状態異常回復ブラスト持ちが、そう、マジで、そう、確かに爆発に当たればね、今が天才なんだよな。いや、でかっ。いや、マジでかい。爆発誰？爆発秀平。クロスケで向かいましたね、完全に。強。前回アマテラス2体ってのは超大きかったな。これきついな。長い戦いになりそうですね。一応今回身につけてきたから、あとジンの道芸ギエル取ってきたから。ジンかわいそう。頼むぞ、クロちゃん。これ貫通の安心感やべえな。いいぞ。いや、ナイス。いや、縦レーザー大丈夫、耐えれる。あぶな、めぐあぶな。はい、どうぞ。もうシバしかもうダメ持ってるじゃん。動けるのめっちゃでかい。うまっ。あ、え、こいつ最高。すごっ。こいつシバ、シバに全部頼むしかない。でシバの状態上回復ブラストは火力源だからね、うん、ちなみに36000フレアだと思って、これをめっちゃ近距離に置かなかった。これはマジフレアだと思ってくれ。いやー、マジこいつなんなの。貫通でけえ、ほんと貫通の痛みをこんなに感じることない。強い。これ突破しますね、これ。いや、しかもこれ、シバ下倒せる。倒せますね。これ30分以内にクリアできる。だったら倒せなそう。任せてくださいよ。ただ魔人キラーもらってそうだよね。いや、ナイス。シバの無双感やべえな、なんか。やばい、無双してるマジ。これやばっ。これ、挟まるとめっちゃ食らうやつじゃん。いいな。これ挟まる勇気ないんだけどさ。あ、怖いよ。確かに。ナイス。コスケ、お願いします。俺これ何ができんの。ビットの破壊しよう。これさ、だってさ、芝でしょ、絶対芝任せでしょ。これ縦貫したら地雷踏むけど、いやでもそんなダメージはそんなだから。え、結構食らいませんでしたっけ。あ、これ拡散弾食らうでしょ。あ、うん、大丈夫。やりきり。結構余裕あるね。結構余裕ある。結構余裕ある。何、どうすべきが正しいんだこれは。地雷展開がどうなんだから、多分地雷振ればカウンターキラー発動するよね。はい、ってなると地雷次に、いや、繋げなくていいか。倒せるのか。倒せなそう。いや、皆さん、なんと方向変わりますね。これで地雷回収しながらハートキャッチして、うん、ああああ、あ、先般だ。やります。もう一回行く。もう一回行こうぜ、これ。これむずいよ。ただ、とりあえず、秀平を1手目にするのは間違いないですね。あ、そうだね。うん、はい。というわけで。なんかありましたね。夢だ、夢かな。夢だ。夢落ちしてた。あ、いいよ。おいおい、十分十分。何ヒットしてんの、そいつ。これ、4ヒットぐらいですよね。あ、ナイス。弱すぎやろ。ダメだってこいつ、やっぱ。あ、
おしっかりと最後。ナイス。どっちに出る？左か。いや、これなんでさっき一番っぽいとこできたの？だから友情出演でさ、俺アマテラスにしていい？前回からの出演で。これこのムーブでいいよな。いいじゃん。削れてるもんね、だってね。平面削りとかの方が良かったかな。いや、簡単かよ。簡単かよ、簡単かよ。もうなんか、どうせかなと思ったけど。入れ、オーケー。ただ次アビリティねんだよな。いやお前こいつのことは忘れよう。ほらもう重複を避ける完璧なメイズ。ダメよこれ。ダメ。さすがに大丈夫だよね。うん、しょうがないですよ。いいね。ナイス。おお。十分すぎる。いや仕事してる。でどうする？殴ります。三平町かな。三平町だよ、これ完全に。ほら、状態状態ブラスト超強い。これで超強いってなるのは、やべえ前回言えばわかる。お前それ俺に取らせんの？ほら。次が。ナイス。66,000？いや、ある方だよ。ある方ですね。ある方だと思うよ。だからアマテラスがおかしかった、本当に。え、これダメを払っていいから代償として。いや、でも右で倒せんじゃない。芝で持ってきてね、芝で帰ってきた時は当たっちゃうかなぁ。ダメでしょ。じゃあ、勝てるのがいいな、うん、友情でやれんじゃないの。ワンチャン友情ないに等しいですからね。お、ナイスです。ナイス。何をいくか、これ結構大事だと思うんだよな。いや、そうだね。これマジドーマン絶対先やった方がいいですよね。うん。あっちも任せよ。右側もう完璧に待機してんじゃん。配置しといた。待機勢だ。ほら、これ、下はきつい。あっちはいけないかな。下かくのきつい。ないか、きついか。うん、入れる？右は入れます。OK。ダメでしょ。一番だけか。暗い。じゃあ、ミルコは。ユニコーン舐めんな。おお。これ、ね、マジで、マジで、はい、これ。これ、一体倒す方が地獄になりそうだよね。まあ、確かに。まあ、でも倒さないんじゃない、それで。雑魚でしょ、そいつ。重力に引っかかってた。ナイス、ナイス。いいね、回ってる回ってる、いい感じ、うまい回ってる回ってる。あるんだよ、HP は大事に。1回目のあれを超えてったわ。いや、これ芝溜まった安心感やばいだろうな。いや、HP90。 でももう弱点特攻もできる。うわ、まっこれだ。これ上から上下からです。君平の仕事がおしゃれだった。えめっちゃおしゃれ。俺これでも倒せない気がするもん。おっ、おー、楽器になった。ここまで秀平仕事超できるな。これ SS 打っていいからスピードとパワーアップするけど、あ、上げたいね。全然いいと思うよ。これ前回もね、何十分もかかったから。左は横なんだっていいから、真ん中の2台倒したいね。いや、芝の話しとんないな。いや、十分3でけ、3ヒットでけ。ドーマン、食い込みドーマンじゃん。こいつは失敗。ああ黒い芝。マジかよ。無理じゃね。無理っすね。地雷も巻かれるでしょ。気合でヒレヒラに当たったらダメを返してもらえる。だいぶ気合入ってるそれ。当たりいってるだろお前。やめろ、やめとけやめとけ。何回言っとけ。わかりました。やばい。あ、でもナイスずらし。食い込みドーマンが増えた被害者。ナイスずらし。あのブルルルがやばいかもしれない。ゲイ。ありがとうございます。ナイス。いやー、神ずらしよ。ユニコーンの下にしっかり地雷あるんだよ。そうなんだよ。ナイスにこいつ。ほら。ほら。
全勝利全勝利いけーハート勇者だなお前それ前行ったなただ一体ずつでもいいけどねここまで来たら、うん、これで左まで持っていけたらラッキーぐらいに入れたおうまいおナイスナイスナイスこの一殴りが世界を救うんだよはいはいオッケーオッケーオッケーこれフェニックス回復できる回復ショックいや、気まずいっすね多分もう打っても打ってないに等しい回復なんじゃないですか20とかじゃないこいつ回復よ20はやばいっしょ1000ぐらいやってほしいなちょっと安牌でいや、状態上回復ブラスト強っ泣きるで入りましたね怖いんだけど俺左踏むこれ踏んでない気がするえ、なんか避けた避けたよねちょっと減ってないね。うん。初速のあれで受けたね。勇者だ。え、勇者だね。やれやれやれ。それがすごい。それが勇者すぎる。あ、無な。無な。ナイス。強気勇者だったね。これ一目3万でしょ、これ。やばいやばい、立てラインやばいんだけど。いや、でも、翔さんが上位下に来たら、確かに。弱点で。何からすべきかだよな。雑魚処理だなそうだね、雑魚処理してたね、前回頼む粘ってナイスーおいしいこいつ行きたいけど、ダメもないからさあ、行ってくれ初手じゃないよ、なんか回復しますそうだね、これユニコーン使って回復したら、ユニコーン次右下入れそうっすよねどうするか、これ、まあ、次上下レーザーだよね、確か最初、ちょっと回復に専念しますあれ回復する頑張ってる頑張ってる頑張ってるいや来たどんな星やばいぞいっぱい来たんだけど援軍やばいでしょこれどうやってザコ処理するあれこいつ何もやることないやん見てないこれもうヒットポイント回復状態は確定したね上下レーザー避けたいべちょっと左行くかじゃあナイス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 いや地雷全部避けて回復状態に全部するって感じかなめちゃくちゃ難しいですねこれマジかこの間はまんないですもんね抜けますはまんないいやこれできなくないなんだ右金からなんかこの隙間入る入るしかないよね、うん、それしか以外ないねもう耐えんのかなその後でって思うんだそれはあるでも上下レーザーと失笑地雷展開だから7000食らって1万4000 1万5000残って上下レーザー食らって大丈夫じゃないフェニックスが地雷当たんなきゃ大丈夫だね二踏みの想定だよね多分はいこいつ回収もえっ吸収状態いくつ吸収すんの分かんない10ぐらいじゃん20こだわりますねうまい頼むあバカバカバカあ上下レーザーいや俺は当たんないっすようわぁ回復するぞ死んでも回復しますこれで飛行あるもんね飛行あるねいつは作りだ次のユニコーンが恐ろしいぐらい見えないいくつ回復するんだろうはいちょっと少なくないですか少なすぎないちょっとどうするあバカマジか本当に20じゃんこれユニコーンのせいなんですよ知ってますユニコーンはね無理だはいはい泣きの4回目ですかね前回の勇者採用来ました、はい、一応まあ引いたからこいつ一応引いたから昨日戻っといか昨日めっちゃ出たの大変引いたりおすごい引き込みますいや拾うんかいだったら横に良かったわ天瀬さんいる超強いからコピー加速またそれになったのコピー加速天瀬さんさまざま、マジこれ超強いよ。ナイス。クリス。
こいつのあれは SS の回復量は20。あーあああいつは剣取ったのにやる。バランスないでしょ。ちょっと待って、これでもあれだよ。うわ強い、強めっちゃ強いじゃんそいつ。貫通より仕事してんじゃん。やんなきゃす、ダメをくれんならちょっと動けるやれ。HP 高っ。全然違うな。これさ、芝あれじゃん、横でもさ。これそう。アムテラスのコピーで、うん、自分のこと直せるよ。カンタキラーでしょ。カンタキラー。コピーできねえな。あれ？今のは想定できない。今のは想定できないね。しょうがない。しかもアマテラス状態上回復ブラストじゃないからね。あ、コピーか。そう、コピーで、コピーで状態上回復ブラスト。そうそうそう、そっかそっか。そんなしょうがない。ごめんな。いやもうね、これは何回やっても30分経つだけ。本当にこれちょっとそうだね、ちょっとあれだったね。ちょっと前回のメンツの一体がヒデヒラになるだったら結構いい試合した。うん、ちょっとね、確かに。前回なんだかよかった、魔族キラーとか魔人キラーもいたから。最後ガチャ引いて終わろう。くだわ引いてる。これ出たやつ使います。それで何時っていうのもあるんですよ。まあ、じゃあワンチャン、最後チャンスこれ。グーだこれ。絶対ない。絶対ない、これ。びっくりする。あれだ、これなんかもういらないじゃん、これ絶対いらないじゃん。もう貫通だよ、でもえ絶対いらないじゃん、促進になりますよ。ああ、味方に触れることにスピードアップで余計なお世話すからね。ダメージ1個増えるだけ。いやーきつかったか、今回ちょっとね。レッドスターズ単発ならありそうですけどね。じゃあ最後ちょワンチャンスいってみるよ、これ。まあ、だって大概使われてますからね、これ。最後これ入れ替えで一回だけいってみよう。最後、最後のチャンス。アゲナムト、アゲナムト引けば。あ、え？シールドブレイカーですね。いや、こいつ情報修正確かない組ですよ。弱そう。弱そうだね。自分の火の鳥が多分貫通になったぐらいのインパクトでしょ。ですね。まああとはヒデヒラ変えてこいつでやって、ちょっと火ダメ減る。あ、まあ変わんないってやつですね。だって火の鳥がこれ変えたら飛行なくなりますよ。飛行なくなる。壊れたね。4号でここ強いやつ誰なの。一気一気出る。あれだよ、アスモデウスだよ。アスモデウス強いね。いつも出るくせによ。こういう時に限って出ないからな。あとあいつ引いたら勝ちなんだよ。誰？カリンだ。カリン、ああそうだ、全敵衝撃発すよね。あ、そうだ、カリンの情報修正されたもん。あれ出た昨日。出て昨日入れなくて後悔し、入れなかった。若干後悔した。ジャッキだ、ジャッキなんですよね。いや、行くね。もういいやつ出るまで言ってるからね、もうこれ。そしたらもうさ、ヒロさんが過去に引いたフェルメール入れればいいじゃないですか。あー、確かに。あ、あ、噂してたら出た。行ってみる。これ逆にぬるゲーになりますよ、多分。クソ強いよ、多分。これバカ強いと思う。これは、行ってみる、じゃあ。行きます。だってこれ全ゲーに対応しますからね。それやばいな。強いやな、これ。っていうか、友情も有利だし。そう、友情超強いから。ヒデヒラもいらんレベルよ。当たりに行くキャラとしてやっぱ大事じゃないですか。そう、ヒデヒラは採用だと思うけど、はい、ヒデヒラとカリンとシバ、シバ、アマテラス。あ、そこアマテラスでいきますね。勝てそう。いや、ユニコーンにあったらプラマイゼロでしょ。ユニコーンまでいけんじゃない。いや、いけないっしょ。
ユニコーンの10体分以上のパワーあるでしょこいつ。ユニコーンにします。また同じぐだり散らかしで微妙な空気になりますね。いかないかな。それでいけなかったらもう、そうそうね、もう最後の1回、はい、最後の1回にしよう。ラスト、はい、ラストチャンス。これはもうカリンゲ、これカリンゲ、これちょっと信用していい、信用してみる1回。まあ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 、爆発ですもんね。ナイス、でかい。さっきなんでキラー発動したんだろう。あ、レーザーもらったからじゃない。あ、レーザーもらったんだ、はい。優しい世界だ。いや全然違うよこれ、絶対何殴り分よ。本当それ動けんでしょこれ、ずるじゃん。アマテラスもコピーできるよね。あ、そうだ、ね、そうだ、コピーでかっ。やべやべ、いっぱい出てるあれが。あー、待って、俺だけ見ないなって。いや、でもなんか全然いけそうな気がする。ちょうどいい。ボスがきついっすよね、多分。ボスがきつそう。カリンの配置次第じゃないんですよ。壁ドンっすよね。壁ドン。マジ強っ。壁ドンもやべえ。まあ、いっか。爆発がね、邪魔に感じれる。さっきまですげえ頼ってたんだ。あ、これ直せるやつだ。でけえ、直してみましょう。いや、でも時間かかるな。違うよ、9万5000通知見なかったもん、この前のやつ。マジで。いいよ、ナイス。やれないんかい。やれないんかい。彼はあれおもろいよ。それを直してあげます、さすがに。オッケー。状態上回復ブラスト刺さってんな。うん。ボス見たいな。ボス見たい。聞いたことないからね、今のとこ。そう。この面積の下から行く？地雷壊ないですか？怖いか、2ターンか。私も食らいますか。わあ、シールドブレイカーが。シールドブレイカーってことはちょっと入る。いや、アンボが似合うか。オッケー。ただプヨじゃないから多少入り続けるよね、衝撃から。トレーニングルームね、ごめん、拾いに行けないんだ。爆発コピーできるか。お前それ飛んだ。オッケー、もうナイス。倒さないでしょ。これね、お、俺取るよこれ。飛んだ、引くね。そうですね、ピュさんこれ自分取るわじゃん。倒さないよ。オッケーオッケー、ナイス。弱い、弱さを信じれんのいいね。ゴールカットで絶対倒しちゃうから今。ゲーム始まってんだよな。オッケーオッケー、だいぶ変わった。やっぱ変わってる、全然動けるって正義だな、うん、要になるキャラがいる。しかもこれ、本当こいつでかいっすね。これどっち優先かな、ビットンかな。ビットンだな。おい、お前、お、ナイス、やれるか、ナイス。お、あ、こいつビットメーカー。お前何の話聞いたんだよ今。ビットン優先って言って。うわま、ナイスナイス。順調。弱さが怖すぎるわ。順調。いけ。でかすぎでしょ。てかアマテラス自身も状態上回復持ってるからもうやべえよ。そうそうそう。これマジ最適なんだよねパーティーは。適とは。あ、最適とかではあるんだよ。ナイス、オーバーキルだ。ここだけだよ、多分楽できるんだ。ここから普通にきついよ、多分。ここ抜けがカリン、カリンの抜けだったら激アツって思うけど無理だね。はい。いや、これなんかラグありそうだよね、状態上左打ったら。あ、
殴れ食らうの本当にムカつくからね。いつや倒せねえもんな。来たよ、唯一の出番が来たよ。じゃあこいつ喜んでるよ今きっと。こんな使われると使用回数今日だけで4号伸びてるっしょ。伸びてるね。でも負ければ負けるほどヒットポイント上がってくから、うん、有利にはなってくるはず。一周あたりだって4ずつ増えてるもんね。ナイス。いや、入ってるよ。位置が良かったってのあるかもしれないけど。これどこ行く？どれ倒す？上かな？それがもうボス速攻。ボスを拾ったの全速攻。うん。削りやば。強っ。ひたすら当たっていこう。マジでカリン級だ。でっけー、あーあったけー、こいつマジそんな強いって思いますね、もう。でも油断できないのがマリシテン、レーザーあるからね。で下ははまれたよね。下マリシテンとの間にはまります。そうだよね。じゃあ特にないこいつなんてやることない。さっきから食らってるからね。意外に太いねこいつ。日本ナイス。おー、ナイス。これどうするんだろうな。これは痛い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 。カウンターキャー誰か分かる？こいつカリンですよね。あた、おたしくしとくのは正解じゃない？おたしくは正解ですね。うわぁ、さっき怖かった稲沢やん。先生、クロスが絶対上がれるんで、突破は確定です。強っ。おー、最初から来ますが、フレアになってるよ、マジで。マジになってるなってマジでフレアこれどうしよう、ビットン1個壊しに行くでいいかな。ビットンは両方壊したい。打ってもいいんじゃない。打って右抜けたら勝手に行きそうだけど、こっちからこう行くか、うん、それしかできないから、そいつ。あ、おーまい、あーしっ、いや、全部めっちゃだ、え、なんでそう出たの。ほんとなんでそう出たの。シバさん、これ、おお、おっ、ビットン行きたいな。あ、弱点キャラでカウンターキャラの方か、これ。そうそう。いや、はまる、いや、行く、いや、いいな。え、ほんとじゃないの。十分、十分。あの、ビット壊れて。ナイス。あー、し、ナイス。で、で、俺ないっすよ、ステムしますね。お、いい弱点軸になった。レーザー担ぎ。これ重なってないんだ、ちょっと。OKOKOK。当たってかも。いや、このハーフナノ進化、そう、7番でしょ、7番ってこんな削れてるんでしょ、やばいや、ナイスナイスナイス。カリン強っ。強行突破。嘘でしょ、十分十分。そんな薄いとこ拾うなよ。これこれしょうもないぞ。爆発食らわないと思う。オッケー。なんとか祭りってるわ。じゃあ、上でしょ。いや、左にずらす、それともちょいずらし、火力出しとく、出さなくていい。だってもう打とうかなと思ったけど。ああ、いや、いいんじゃないですか、いい、左付けて4ターンありますね、パワーアップまで。これはクラン。怖っ。オーケー、誰を殺すけ、これ。衝撃が2人分入るんじゃないか、これ。
ありがとうございます。十分、十分。地味なダメージレースしてる。ここ抜けたら最新記録です。最新記録。あれ、ここは抜けませんでしたっけ。いや、ここで負けた。そう。ここでダメですか。いや、いなさいよ、やっぱ。来たナイス。未踏の地に。いや、当たるか。人類初上陸ですか、ね、人類初上陸。初上陸、これ。でかくこれ、こっち。浮いてはいい。遠いか。いいっすね。そうっすね。難しい。ほらでもダメは出ないっすね。でもダメは出なかったら嬉しいっすね。行ったんだっけ、絶対。あ、2ターンあるか。待って。こいつ、アビロされてたんだけど。手で、フニだけ、フニ投げるしかない。でもいけねえじゃん。あ、十分十分。今何もできねえな、クソけんな。これドーマンじゃん。これ怖っ。これドーマン怖っ、これ。私ここは鬼門だな、地味に。おい、勇者か、お前。あ、じゃあ。止まるかくれっすね。ビビっていきます、ビビっていきます。なわけない。あんまりがわかんないんだよな、やっていいものなのか。難しいな。無理じゃね？みんな浴びろきついなぁ。ボスの顔見れないかもって。おうまっ！ナイス！やべ、夢ありすぎたな、今のは。ここむずいと受けたけど、これなんで4面張られるんだよ、ここ。いや、でけえ、それ。オッケーオッケーオッケー。ちょっとマジ、アピヒロやめてもらっていい？いやマジで。これ、しま。あ、でもこれ、なってないもんね。ちょっとマジンキュラーでしょ。これいったじゃん。これアマテラス次超怖いんだけど。これマジで怖い。これほんと怖い。今日一怖いんだけど俺これ。え、ほんと怖いこれ。これ2個踏んだら死ぬっしょ。リセットしとけば回復できるよ。いやだよ。でもカリン次ハートれますもんね。誰誰で。あぶねえ。やばい、くらいね。怖い。やばこれ怖すぎだろ今の。何来てる。マジクロスケこれ次開幕じゃなかったらいよいよ本当仕事なくなるよ。あ、でも次からシールドだっけ。シールドシールド。これ突破していいかな。いいんじゃん。か。あ、いやもう俺配置してる暇ないからな、マジで。カリン上に置いてもいいけど。だってやげちゃうんだよな結局。あ、じゃあ一回やって、アマテラス次上でカンカンできるけど。でも多分ここで倒しちゃう説なんですよね。倒すよね。はい。うん、ゼロことで目が抜けるからじゃあ。どうせ地雷でゼロになるんですよ。地雷ゼロになるから。だぁ来たボス。回復状態にしといたのかな。あり。あー、次回。その安心感ある。チピン全然回復しなかったけど。え、でも四国はでかいよ。ダメージ源だったっすね。いっぱいいればね。でも、いろんなやつを見てみる。いや、もうカリンさんは最後壁取ってしっかり決めてもらうから。そっか、最後だね、カリンは。重力になるんでしょ。じゃあ、そうなんだ。たまるかもしんないからな。24ターンでしょ。たまるかもしんないっしょ。最終攻撃が。おでけえ。でかすぎ。でかい。でもシールド、そうだよね。結局2体十分すぎ。いや、いなくなった。あ、意外出てんじゃん。35万で出てんじゃん。 SS じゃん。威力はめっちゃ出てんな。回復してなんであんなやつ。大問題じゃないですか。いいぞ。オッケー。
次横行ってみた方がいいのか。レーザーが入るから、そう、レーザーついてるから。カリンをちょっと左意識の方が良さそう。ああ、そうだね。カリン左ずらして右着地。でも地雷ボンボンボンに行きそうだけどね、みんな。そうなんだよな。それあのブロック跳ね返されて左返ってくるのめっちゃ怖いけど。あ、怖いね。これいいか。カリンも一超いいから。おいしい。おいしい。超いい。チチチチとレーザー。うお、髪の毛。意外といけそうなんだけど。これ別に何やることないよ。やることないですよね。地雷行かないといけなくなっちゃうから。いいかな。ドーマン次でもいいもんね。はい。いや、その回路がうますぎ。シルプレイが地味に役立ってるのか。爆発？重力？これ次爆発？あ、爆発次のマップしかないっけ。ここもあったよね、爆発。これ爆発じゃね？爆発だよね。全然覚えてねえよ。確か爆発だから、とんだけ死にそうな気はする。か、撃つかっすよね。死にはしないか。いや、結構食らったイメージあるんだけど。死ぬかなって、死ぬと思って立ち回った方がいいけど。1体8000だとしても3パ20だから、24,000ハード取りたいね。1万はでもいいんじゃないですか。1万は食らわないと思うけどな。1万は食らわない。あー、危ねえ。9万6000食らうのか。助かりまーす。間違いない。レーザーも芝余計1だねたもん、それ。よけてます、ね。金は取ってれば。やつ。うぃ。1万3000か。これ、横下がりしてるよ。あ、殴らない？あ、でも、カリンね、友情まで行ったよ。でもこれ、アマテラス突破で、カリン。アマテラス突破、そうそうなったら、結構、いい感じになりそう。芝殴りでちょうどいいんじゃない？いいっすよ。出すね。やめて、ばっか！そう、来る！いやいや、10秒、10秒、10秒！危ない！オブロ結果100点じゃね、うん、え、これ、カリンどうします？これ上上げた方がいいっすよね。プヨいます？プヨいるから、上か下か、あれ下、右か。真下ってなんかいたっけ？いや、いない。真下はいない。真下が理想なんだよね。理想？理想、真下が理想。めっちゃむずいよな。あー、マジか。プヨめっちゃいる方じゃない、むしろ。どうだった？これ上上げとけばよかったかな、おとなしく。やばいじゃん、絶対行きましょう。頑張りましょう。次打つ想定かですよね、あとは。そうだよね。でも、全力で。うわぁ、マジでヒデヒデな。いや、いいね。ヒデ大丈夫じゃない？直いけるんじゃない？うん。左？カリン直。むしろ7届かないまでありそう。そう、そんなレベル。おーい、神じゃない。意外とやってくれた。これ、カリンに行けますもんね。さ、おい、推しですか。何もすることがないですよ。マジで間違いない。だから何なん今のやつ。なんか、マリシテに悪いことしたの。90度やば。何なん、ほんとに。整いましたよ。いやー、右がぴったりと思ったけどないの。え、これ縦だよね。か、左超アンダメもらってプヨの方行ってアマテラスで加速して左。ああ。理想からどっちなんだよ、これ。だって稼げなさそう。ああ、でもそんなことないから。縦も結局下入っちゃい黙って。あ、でも結構稼げますね。稼げてんすよ、相手に。スクえ、それ言ってみろ、そのスーパーマンで弱点一発殴るレベルで。それで弱点一発で持ってく。でも確か相当倍率低いんだよ、こいつ。え、最後に不安になる言葉。確か相当倍率低い。いや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 、いや、間違いない。
あいつも低かったし、なんならスピードもそんなに。ニプヨしましたもんね、今。しかもこれ、どうしようもない。どんな欲しいけな。なんならステイが一番最前提じゃないかまで見えるもんね、これ。どうする？クリティカル？こいつ、クリティカルじゃない？レックスキル持ってないね。まあ、こいつ。まだあるか。どうしよう、ステイでいいかも、ほんとに。重力展開でしょ、次。一覧で、ステイでいいんじゃない？7000、7000、1万4000、2万2000残って、次の爆発耐えれないよね。で、ドーマの父も次来るから、ここは生きれるけど、次で俺はアマテラスで死ぬほど回復しないでしょ。僕は縦ラインにいます。いや、なんだろう、ここで変わってないでしょ、か爆発あるから。一旦ステディいいと思う、こいつは。こいつだってさ、上行っても横行ってもさ、ダメよか地雷かの2択しかないもんね。もうそいついらない。こいつ外そう。ステージであんな評価してくれたのに。なんであれのスルーやっぱ変わってないとダメだ。でもしょうがないよね、これ。爆発は、1体だったら耐えたから、アマテラス右ずらしの縦軸いてくれよ、ワンチャン。多分下のプレーも倒すよね。レーザーと1殴りで。加速もするもん。うん。ナイス。うまい。うますぎ。いや、うますぎ、それ。いや、重力黄色。消えなかったし、ね。あげかく。あ、避けた。え？重力黄色。まだあるぞ。消えろし。これ真横でしょ。これ真横しかないよね、もう。これ真横でちょっと下がって、死亡回復するしかないよね。うん。レーザーは大丈夫か。回復した。お願いします。ちょっと回復してよ。これ。リーダー多分次もステイだと考えて。出していく。ハート取っとく。上やるか、それか。雑魚処理ありっすね。結局これ爆発とレーザーさえ避け続ければマリシテン尽くしないんで、うん、アマテラス当たりに行くのが理想っすか、これって。上のザッパーがあると、あー、倒せるかな。いや、倒せはしないと思います。地上波も一応キャッチできると思う。あ、そうだね、それはありそうだね。その後、おーおーい、ペガサス上下レーザー、やばくね。いや、通用ちゃんが紙くせばいける。確かにステイ60秒無駄だろ、これ。もう俺あんまやってないんだけどな。まあでもどっちにしろ今そうか、2体クラッとか。次こいつどこに移動するんだろう。いや、シバの時は移動してないから。はいはいはい、右マリシテの弱で上でしょ、これ。クソきつくね。誰がマッチいく。芝じゃないと間に合わない。次、右マッチ芝行くか、じゃあ。とりあえず芝条件は、もう完全にアシュラを倒すか、マッチで全ゲージ飛ばす。芝の条件、芝の条件それです。アマテラスに回復エールついてたら勝ったな。投げ1分。いや、マジか。縦やれると思う？やれないと思います。上下レーザー食らったじゃん、はい、キラーエイマーもらってんだよ。もらってますね。あー、縦でいけんじゃない、でかい、うん、いけそうだよね。お願い、ナイスナイスナイス。いや、うますぎそれ。それで、いや、天才すぎ。両加速拾ったな、今。すごっ、うますぎやろ、今の。めっちゃ、いや、もうハートを取る気持ちでいきました。おい、これ1ミリでも勝つから死にます。ステイ、ステイありですけど、ステイ一生することになるんですよね、これ。足するよな。次も重力張られてるんで、縦はいい。でも結局これ地雷割れて死ぬんだよな。誰も回収できないから。誰も回収できない。くそむずいな、このクエスト。これ芝ずれるよな。
直角するよ。え、ここで決めてもらっていいですか。僕また何もできない。いや、とりあえず爆発の範囲に入んなきゃ OK ですね。これ上にイチャイチャしてたらいけそうじゃね。そうだよね。ぼっちだな、クロスケ。でも芝溜めてよな。今発でかい。もう少しで、あ、地雷を回避したいのが。あ、これ、狩りにずらし条件ですか。もう、どっかで。さあ、そういう動きいいですか。だって言っとく。でも、だってレーザー範囲入ったら泣くよね。しかも、次で確実に狩りを動かさないといけない。そう、狩りを動かさない。だから、ここステイして狩りに位置受けして。ステイしかし。やばい、俺が3分もみんなの時間を奪ってるわ、もう。3回目のステイだもん。それ引いたの反省して。でもここに行ったんだよな。俺らが押しましたから。あれこれダメはなくなんないんだっけ。なくなんないんじゃないかな。なくなってほしいのかな、これ。なくなったらまた。なくなってってないのかな。なくなってもこいつ、海外行くマジで。でもあと少しで地雷も全部なくなるんで、そうだ、やりたい放題できなくなる。1回、だからやっぱハートだ。もうちょい我慢だな。確かに地雷全部なくなって考えなかったわ。伝説残せるじゃん。マリシテ。で、これ2倍だっけ、マリシテ。確か。ああ、怖い。じゃあこれ2万6000ぐらい食らう。2万6000食らうそうだけど、ずらさないとダメ、どっちか で。地雷も。でもアマテラスずらしたらもうともこもないから。きつくね、これ狩り。狩り、下にも。ずらさなきゃいけないし、右にもずらさなきゃいけないってことだよね。うん。これ横薄下がりないかな。で、次のアマテラスで左に行って持ってくる。ああ、なるほどね。うん、お！いや、でも先すぎたなぁ。きついっす。何と何でしたっけ。上下レーザーと、いや、これさ、これ横上がりはどうなんですか。縦当たってるでしょ、どっちにしろ。縦当たってる。でこれずらそうとするとマリシテの上に行けない可能性があるんだよ。で爆発もないっしょ、加速ないよね。加速ない、コピーで状態上回復ブラストだけ。あ、いや、加速あったら言ってたな。当たるよねー。おっしゃー、難しいなこれ。これ次からもう無双状態だったもんね。そうっすね。地雷ないか、ヒデヒラがまたステイするだけだ。マジ惜しい。結論、ヒデヒラが、ヒデヒラの位置が、あと、ガチガチに厳選したら勝てる。これマジガチに厳選したら勝てる、これで、神2体いるっしょ。でもなんか希望見えない。見える。芝だったな。芝の SS 最後持ってこれたやつ強かったね。そうっすね、うん、逆だったね。カリンボス1の芝最後だったかもね。ああ、うん、だからあとまあ、ね、うん、カリンもあそこ打たなくてもよかったかもしれないね。ああ、あれっすか、もう一回配置してっていう。はいはいはい。欲しかった。なかなか大変だこれ。面白かったけど。はい。というわけで、はい、マリシテリベンジならずでしたけれども、うん、動画大丈夫ですか？また30分。いや、次にチョイスガチャが来た時に、うん、そうですね。次にチョイスガチャが来た時またリベンジマリシテ行きたいと思いますので、はい、皆さんもあれで引きました、これで引きました、これでマリシテクリアしましたってパーティーがありましたぜひコメントでお願いします。どうでした？いや、楽しかったですね、普通に。うん、久しぶりになんか考えながら、お前絶対楽しくなかっただろ、あのキャラ。だって絶対楽しくなかっただろ。そう、見てたさ、さすがに見てただけですから、ね、見てただって1分を3回奪いましたからね。見てただけやべえな。あー、マジで。うん、はい、また次回頑張りましょう。はい、よし、どうした芝というわけなんで、うん、でも久々4人で
やってるの見たわって言ったらちゃんとお願いします。お願いします。今回も、夢ラジオ4から始まりました。ダイクでした。チュウでした。クロスケでした。ヨウちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。